今まで楽しかったことが急につまらないと感じる。理由もなく悲しくなるなど、ちょっとした感情の変化のように思えることが、実は病気の兆候かもしれません。今回のテーマは、うつ病です。うつ病は、ほぼ毎日気分の沈んだ状態などが現れる心の病気です。厚生労働省が3年ごとに全国の医療施設を対象に行っている患者調査によると、うつ病をはじめとする気分障害の患者は平成8年の時点でおよそ43万人でしたが、平成20年にはおよそ104万人にまで増え、12年間で 2.4 倍に増加したという結果が出ています。うつ病は現在も増加傾向にあると考えられています。発症するメカニズムは未だにはっきり分かっていませんが、脳内にある意欲や気分をコントロールしている神経伝達物質がうまく働かなくなることで発症すると言われています。また直接的な要因としては、外的なストレスなど環境要因が発症を促すと考えられており、ストレスを受けやすい真面目な性格な人ほど発症しやすい傾向が見られます。うつ病の初期には精神的な症状だけではなく、さまざまな身体症状が現れます。うつ病の初期に現れる代表的な身体症状としては、動悸、発汗、めまい、しびれ、口の渇き、胸部圧迫感、頭痛などの自律神経症状が挙げられます。その他にも、便秘や下痢、吐き気などの胃腸症状も現れやすくなります。うつ病の精神症状としては、気分の低下、意欲の低下、注意や判断力の低下といった思考の障害が現れてきます。うつ病の代表的な思考障害が気分の低下です。憂鬱、元気が出ない、わびしい、くよくよする、泣く、自分を責める、イライラする、不安を感じるといった状態になります。次に、意欲の低下です。行動に抑制が起き、何をするのも億劫になります。また、趣味も楽しめなくなるといった状態になります。そして、注意や判断力の低下です。判断力が鈍り、考えもまとまりにくくなるため、決断を下すことが困難になります。うつ病の治療は薬物療法と十分な休養をとることが基本となります。うつ病には基本的に抗うつ薬という種類の薬を処方します。その他にも症状に合わせて抗不安薬、睡眠導入薬、気分安定薬、非定型抗精神病薬などを使用することもあります。個人差はありますが、うつ病の治療薬は飲んですぐに効果が現れるものではなく、焦らずに服薬を継続する必要があります。うつ病の治療では薬と並行して十分な休養をとることも大切です。時には休職という選択が必要なこともあります。責任感の強い患者さんほどなかなか休みを取ろうとしません。しかし精神的にも身体的にもストレスがかかった状態では、薬物療法を続けても十分な治療効果は期待できません。うつ病の初期には身体症状の方が目立ちやすいため、内科を受診されるケースが多いと思います。内科での治療を継続しても症状に改善が見られない場合は、うつ病の危険性もあるため心療内科を受診してください。